曲がった。後についていこう。破るためにある。同点元気勝負一角は竜。おやすみ。同点元気勝負一角はっ。竜うちのとっておきをくらえ。うち今回は足を引っ張ってないでしょ。ルールは破るためにある。逃がさない。ああ殴ったね。うちのとっておきをくらえ。同点元気勝負一角はっ。おやすみ。ポン。うち今回は足を引っ張ってないでしょ。あれ、いない。こっちに進んだはずなのに。しょうがない、進みながら探そっか。
同天元気超無一角おやすみ。うちのとっておきをくらえ。ほんの気持ちよ、気にしないで。やっ、逃がさない。た、同天元気超無一角はっ。おやすみ。リュウ、ルールは破るためにある。平気よ、逃がさない。うちのとっておきをくらえ。うち、今回は足を引っ張ってないでしょ。どうして、わからない。皆さん、やっぱりついてきたんですね。そうだとしても、この設備を修理しているのか、クララ。問題があったようだな。お兄さん、どうしてわかるんですか。この2つの配管部品の大きさや摩耗具合が機器本体と明らかに違う。今し方交換したのだろう。破損した部品を交換したのに、いつものように端末が再起動しないんじゃないか。はい、クララはいろんなものを修理してきましたが、ここまで複雑な装置は初めてです。スバローグは手伝ってくれないの。スバローグに知られたくないの。二人の流浪者のおじさんがうっかり壊してしまったんです。スバローグが知ったら二人が怒られてしまいます。クララ、優しすぎると悪い人に利用されることもあるのよ。問題点が見つかったかもしれない。配線を交換したものの、ベアリングがずれていたのが原因のようだ。美月、手伝ってくれないか。一緒にこれを直そう。また修理するの。もうコツは掴んだから任せて。本当にエネルギー装置を直せるんですか。安心して、絶対に大丈夫だよ。だよね、炭鉱。質問は後だ。早く手を貸してくれ。礼を言う必要はない。これで集落のエネルギー問題は解決したな。はい、外回りのみんなが光と熱源を失わずに済みます。あ、クララも分かっています。みんな工具でたくさんの人を助けて、危険なのに街で物資を探した、すごくいい人たちだって。他にできることがあったらクララ頑張るから、このことだけは。どうやって説得したらいいんだろう。現状はうちらが来たこと、それから
この星の最悪を解決する方法があるって点かな。クラーラは観察が得意なんだよね。うちら3人が仮想部の人に見える？え、装いだけなら確かに他の人と違いますけど。そうでしょ、うちらはこの世界の人じゃないからスバローグの計算には含まれない。もし彼の計算が仮想部の人の力しか計算していないのなら、その結果はもう今は通用しないの。スバローグはいつから計算を始めたんだ、クラーラ？そのすごく前に仮想部が封鎖されたばかりの時からです。シルバーメインが一人地下に来たことで状況が変わったわけだけど、この出来事はスバローグの計算に入ってる？それにスバローグの計算にうちらみたいな変数は含まれてないよね。他の星？クラーラを子供だと思わないでください。そんなの大人たちが作った物語だってクラーラ知ってます。美月たちは嘘をついてないクラーラ、私は彼らを信じる。ブローニャお姉さんも？あなたの気持ちは理解できるクラーラ、仮想部を良くしたいけど誰かが傷つくのは望まない。そうよね。私も疑問はある。でも直感が、美月、タンコ、それから彼、この3人はこの世界の転換点だと告げているの。この人たちをスバローグに合わせて、それでも計算結果が一緒か確かめよう。あなたにとっても彼にとっても損はないでしょ。分かった、スバローグのところに案内しますね。本当に？よかった。はい、クラーラ気づいたんです。クラーラの力だけでスバローグの考えを変えるには長い時間がかかるって。クラーラが大人になっても変えられないかもしれない。その間にみんな病気になって家を失って、この前のコークみたいにずっと争いが続いてしまう。クラーラはそうなってほしくありません。皆さんがスバローグを説得する自信があるなら、クラーラも勇気を出します。皆さん、クラーラについてきてください。ブローニャ、さっきの話すごく良かったわよ。そんな大げさに言わないで。私はただ本音を言っただけ。ただいま、ティミ。お帰りなさい、クラーラさん。ティミ、門を開けて。スバローグに会いたいの。部外者検出、通過させますか？大丈夫だよ。みんなクラーラのお客さんなの。命令受信、門を開放。ようこそ、クラーラさんのお客様。できればスバローグを怒らせないでくださいね。安心してクラーラちゃん、うちらはちゃんと合理的に話すから。話し合いはあんたたちに任せるわね。私はそういうの苦手なの。ロボットと話し合うなんて初めての経験。準備はいいか？ただいま。
スバローグ。集落のエネルギー供給システムが復旧したようだ。感謝する、クラーラ。だが、なぜこの者たちを連れてきた？スバローグ、この人たちは上層部のことについて相談したいんだって。分析開始。分析結果、対象は遅延に属さない。背景不明。分類情報なし。クラーラの紹介に免じて発言の機会を一度与える。ねえ、話し合いに応じてくれるみたい。ほら、あんたの巧みな話術の出番だよ。平和を求める。理解。だが、それはあなたたちの一方的な言い分である。私の態度についてはあなたたちとの交渉の結果を見極めてから決める。本題に入ろう。この世界の貴重な時間を無駄にするな。あんたの発言を全部突っぱねだよ、こいつ。自分の足を自分で引っ張るな。俺たちが計算上の変数であることを納得させるんだ。正確。データベース検索。アクセスブロック。無許可で正確について話すこと禁止。あなたたちは世界の封印された秘密に触れた。この秘密を知っている人はいない。目標状況の再評価。脅威指数上昇。真の目的を告げ。やはり彼は性格を知っている。だがこの話題は危険だ。ここまで来て隠す必要があるわけ？こいつにはっきり言いなさいよ。全てはこの瞬間にかかってるのよ。記録の中で、人類は性格との接触を何度も試みている。彼らは必ず人間の私欲のためにその物質を使おうとした。検証者命令。正確に接触しようとすれば深刻な結果を招くことになる。再評価。目標脅威指数最高に到達。どうしよう、なんかまずくない？目標の敵、基準値を大幅に超過。元来の計算結果を維持。平和維持プロトコルの一時解除。殲滅プロトコルの開始を申請。殲滅って文字通りの意味？交渉決裂だ。美月、戦闘に備えろ。スバローグ、やめて。クラーラ、ここを離れろ。クラーラ、危ない。どこかに隠れて。結局はこうなるのね。プロトキ3号、監督ロボットスバローグ。殲滅プロトコル申請状態通過済み。殲滅を許可。間に合ったよね。ほんの気持ちよ。気にしないで。下手に動くな。生死虚実、一年のマナリ、同点優位、超無一角。うちに出くわすなんてついてないね。動かないでね、
今祝福してあげるから。始めるか、お前の番だ。命の重みを味わいなさい。開始。システム実行。まだまだだな。はっ、せっ、はっ。うちがいるんだから負けないよ。お注射の時間よ。痛くないでしょ。ありがとう。即戦即決。検測完了。まだまだだ。殴ったね。まったく、お医者さんがいないと安心して戦えないでしょ。みんな戦闘に専念してちょうだい。私がすぐ後ろにいるから。ナウタ、どうしてここに。何を言っても無駄な気がしたので奥の手を用意しておいたのです。散歩、やっぱりあんたが。支援武装員の侵入を多数確認、状態計算中、全て危険度高、全員殲滅する。真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。ああ、ルールは破るためにある。計算中。あっち行って。下手に動くな。生死虚実、一年のマナ、同天元気、超無一角。ふっ、はっ。薬を飲みましょう。ありがとう。始めるか。ふっ。動かないでね。今祝福してあげるから。どけ、騒ぎを起こす。やっ。全身超過。この逃がさない。変数強化中。うちのとっておきを食らえ。システム実行。逃がさない。即戦即決といこう。争いに意味はない。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無一角。ふっ、はっ。間に合ったよね。ほんの気持ちよ。気にしないで。計算中。あっち行って。検測完了。破るためにある。はっ、うちの出番。うちがいるんだから負けないよ。どけ、騒ぎを。せい、はっ。言うことを聞かないのは悪い子よ。
殴ったね。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。うちに出くわすなんてついてないね。ほら始めるか。はっ、計算中。一人ぼっちはやだよ。限界値超過。間に合ったよね。ほんの気持ちよ。気にしないで。生死虚実、一年のマナイ、同天元気、超無一角。ふっ、お注射の時間よ。眠るといいわ。争いに意味はない。この機会を逃すな。討伐開始。システム実行。痛くないでしょ。助かった。くらえ。ルールは破るためにある。間に合ったよね。ほんの気持ちよ。気にしないで。ハイリスク個体。どけ。騒ぎを起こしたくはない。生死虚実、一年のマナイ、同天元気、超無一角。の番だ。殲滅しっかり。計算中。システム実行。限界値超過。ありえない。かゆくもない。ルールは破るためにある。